動画をご覧の皆なさん、こんにちは、おたわです。今日紹介するおもちゃは、バンダイアームズチェンジシリーズゼロツー仮面ライダーバロンバナナアームズです。前回の仮面ライダーガイムのクオリティがとっても良かったので、この仮面ライダーバロンもすごく楽しみです。それでは早速、中を開けてみたいと思います。 仮面ライダーバロンの本体。まあ、スタイですね。それからバナナスピア。バナナアームズのカブトパーツ。そしてバナナアームズの鎧パーツが入っています。まず仮面ライダーバロンの本体から見ていきましょう。このスタイの状態でかなり動くのが嬉しいですよね。前回のガイム同様、クリアパーツになっていて、横に スリットがある状態です前回のガイムとの比較です主な違いはヘッドパーツとあとは無双セイバーのホルスターがバ、えー、ローには付いていません同様にロックシードホルダーも付いていません可動範囲の方はこちらの仮面ライダーガイムとほぼ同じです僕の YouTube のチャンネルに詳しいレビューがありますので是非見てください 遊ぶ前の準備として、このカブトパーツを鎧の中に入れたいと思います。鎧を展開するときに順番があって、装着したときも同様なんですけども、全部で4分割します。まず、ここを開ける。次にこちら側を開ける。次に、後ろを開けます。そして、最後にここを開けます。正面ですね。背中に、 カブトパーツを取り付けます。この穴とここですね。さっきと逆の順番に戻していきます。完成です。バナナパーツを取り付けたいと思います。外部の時と同様に 4箇所に凹んでいる部分があります。ここ鎧パーツはポツになっています。この隙間の中に、この板が入るように入れます。はまりました。こんな感じですね。なんかバナナというよりは餃子みたいですよね。 じゃあさっきの順番で剥いていきます。一、二、三、四。肩の中にはヒンジがあります。こんな感じですね。完成。仮面ライダーバロンです。 いやーこれもかっこいいですね。透明だったパーツが、ちょっと見えづらいんですけども、中に複眼があります。それから、カブトパーツにより、バロンの角が見えますね。 この背中パーツが後ろから見るとちょこっとはみ出てるのが若干気になりますね武器はバナナスピアーですここで伸縮します少し伸びました手に持たせます なんて言うんですかね。もうこうガシガシ遊べる感じですね。ガイムとはまた違うかっこよさがあると思います。鎧をつけたことにより若干稼働範囲は狭まります。鎧を被せてる途中でもレビューしたんですけども、まあここにヒンジがあるので若干遊びを持たせることもできますね。 結構思い切ったポーズも,撮れますもうガシガシ動きますね仮面ライダー外務の時に比較したやめておきたいと思います仮面ライダー外務との比較です なかなかかっこいいですね。両方ともコーつつけたがたい感じで。いいですね。ガシガシ遊んで対決させたくなりますね。武器の大きさは共通なので、ガイムにバナナスピアを持たせたり、バロンにダイダイマルや無双セーバーを持たせることができます。今後もアームズチェンジシリーズは続々と発売されるとのことなので、ずらーっと並べてみたいですね。 というわけで今回の動画レビューいかがだったでしょうか仮面ライダーバロン。今後の活躍がとっても楽しみですね。いつもチャンネルの登録や動画へのコメント、高評価などどうもありがとうございます。今後もおもちゃのレビューなどしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いいたしましょう。オタホでした。